どうも、石岡が一のものです。今日はですね、富士スピードウェイに来てます。出版社のね、三栄ってところが主催しているモーターファンフェスタに来てるんですが、なぜ来てるか。実はですね、今日はこの後ろに並ぶそうそうたるスーパースペシャルカーたちの、読者さんの体験道場走行っていうのがあるんですが、なんと私がその体験道場走行のドライバーを務めるんです。いや、私のことながら、元禄いいんでしょうか、こんな人に任せて。いいわけないと思いますけど、でもまあ精一杯頑張ります。はい、続いてポルシェの EV です。社名なんだっけ、薬師丸ひろ子が映画のセーラー服と機関銃でなんか言ってたな。トト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 ト、体感。で、体感です。これ今回紹介するのはですね、いろんなグレードあるんですけれども、一番上のターボ S です。ターボと言っててもですね、もちろん EV ですからターボチャージャーがついてるわけじゃないんですが、まあ、ポルシェのブランドにおける一番すごいやつということです。で、これね、この特徴的なライトのこの下、これエアカーテン用のスリットになってます。また注目この横、キャリパーね、テンポットなんです。とんでもないです。さらにですね、これ充電用のリットあるんですけど、ここね、充電用のリットがあるってことは、そうあれです。時は 1999X 年世紀末、俺は給電口の蓋はワンプッシュで開いた方がいいと思ってる。蓋と真剣、こちゃお開かない、どうするか、ここを触る、すると見たか、お前はすでに開いている、わちゃお電動式。そしてこのタイカンターボ S はですね、トルクがすごい。馬力761馬力もすごいんですけれども、トルクはなんと1050ニュートン、ついに4桁、半端じゃない。そしてですね、リアホイールに注目あります。実はこのモデルですね、後輪に2速のギアを設けています。これによって単純にですね、出力を上げるだけじゃなくてですね、高速性能も EV では不得意とされている高速性能も担保してるんです。ちなみにこのギア変速によってですね、最高速は260キロ、EV としてはかなり速い。このタイカの全幅が1966ミリなんですけれども、これちょっとイメージつかない人はですね、近所にいるバルチックチョウザメを頑張ってみちみち捕まえたらバッすれば大体一緒です。タイカンターボ S で舞踏会に行く人が気になるのが、お化粧の足のためのミラートライトがあるのかですね。なってるってれ、あ、ありました、100点、偉い。まあ当然だよね。で、タイカン S のインテリアなんですが、なんとですね、キーを持って乗り込めばこのように勝手に起動するんです。こちらにはですね、911なんかと同じでドライブモードの変更ダイヤルが備わっています。またセンターの部分では様々な設定ができます。例えばですね、この e スポーツサウンド、これを選択すると、本来無音なんですが、これを押すことによってスポーティーなサウンドが響き渡ります。またこちらではシャシーの変更もできます。ですが、このシャシーの変更はですね、こちらのタッチパネルで行うことも可能なんです。さらにセンターのエアコンにも注目です。タッチパネル式、タッチ操作式のところはもちろんなんですけれども、これ実はですね、細かい設定がありまして、メニューを押しますと、ほら、このね、エアコン、この吹き出し口、物理的に固定されていて動かないんです。その風向の調整は、てれーん、このように指で行うんです。未来チックだね。じゃあ頑張って試乗します。これをスポーツモードやってみます。いきます。で、これブレーキも結構効くんですけど、フロントのキャリパーなんかテンポットとかあるんですけど、実はブレーキしてる時って9割方はですね、キャリパー使ってないんです。全部回生の方が強くて、普通の走行シーンではほとんどブレーキは使ってない感じで止まってます。今もだから踏んでますけど、モーターの回生だけで止まってる感じですね。はい、お疲れ様です。ありがとうございました。いや、っていうか、これ永田さんが用意してくれたんですけど、これかっこいいじゃん、うな丼って言うんですけど、本人はこれ着てるんですよ。ほら、普通
これ平野さん、平野さんこれどうなんですかこれ。ひどいね。ひどいですよね。自分だけ自分だけ普通の着といて。本当はこっちが良かった。いやよくねえよ。いやよくねえって言ったから申し訳ないけど。なんで。のためにこっちも涙を飲んで譲ったわけで。え？半端ない昭和感。これ俺のためと思えるポイントどこにありますか。このチェック柄。だからこれが嫌なんですよ。あ、そうなの。これが嫌なんです。この蛍光グリーン。いやだからそれが嫌なんですよ。何言ってほら、アディダスだよ。いやだからアディダスついてるから何でも OK とかじゃないんですよ。そういう米粉とか持ってっちゃダメよ。いやいやいや。査定して買ってくれちゃう。査定してもらえないですよ。いや本当に。まあまあとりあえず途中で脱いで捨てます。なんてことする。このフライングスパーの全幅は1940ミリなんですけれども、これちょっとイメージ近い人はですね、近所にいるネジツノカモシカ、ネジツノカモシカを頑張って捕まえたら。すれば大体処理です。さあこのベントレーのフライングスパーなんですけれども、これエンジンですね、4リッターの V8 550馬力です。550馬力ちゃんと路面に伝わるんでしょうか、心配ですよね。でもね大丈夫。この車実はですね、プラットフォームこそ高輪駆動ベースを使ってるんですけれども、実はですねこの車駆動方式4輪駆動になってるんです。だから全然大丈夫。これ気になるのがノーズのマスコットなんですが、これですね実は任意に出し入れができるんです。見てみましょう。さあフライングスパーで舞踏会に行く人が気になるのが、お化粧直しのためのミラーとライトがあるのかですよね。あるのかな、ないのかな、絶対あるよね。待ってる、おっで、ありました。ライト付き100点です。インパネ、とんでもない豪華空間です。皆さん聞きました、ドアの閉まり音。もう一回やります。はい、1位、私の動画史上ドアの閉まり音グランプリ1位です。素晴らしい、アルピナの B3 を超えた。何これ、何これ、本当に、え、日本刀を入れる鞘が、鞘の方も日本刀みたいな感じ。いくよ。信じられない。そしてかっこいいのはこのメーター、信じられない。ここもまるで機械式のクロノグラフのようなメーターです。これ液晶なのにすごく質感が高いです。時計のようなといえばですね、このセンター部分にも注目、いろいろ注目ポイントありますよ。ほら、ガチモンの時計、ベントレーマーク入ってます。さらにですね、エアコンのこのベゼルもですね、むちゃくちゃ高そうな処理、単なるクロームじゃございません。そしてシフトレバーの頂点には B の文字。さらにこのスイッチ類、今時はですねスイッチをなくす方向にあるんです。でそれ何の理由かというと、スイッチをなくして綺麗に見せたいというのが目的ですよね。ということであれば、スイッチ類が綺麗であれば何も液晶タッチする必要はないんですと思わせるのがここ。ほらほらほら、いっぱいスイッチあるのに雑然としてない、とても綺麗。そしてエンジンスタートストップボタンはこちら。さらに皆さん気づきません？なんかすげえすっきりしてるな。そうなんです、センターにモニターがないんです。モニターないのこの車。いや、あるんです。変なこと言ってますね。見てみましょう。実はこの車、電源、エンジンをかけますと、モニターが出てくるんです。かっこえ。リアシートも大変豪華です。リアシートも大変豪華ですじゃないですよね。この車リアシートこそ主役席と言ってもいいんです。すっごく座り心地がいい、むちゃくちゃ座り心地がいい。柔らかではないのにものすごく体をですねふんわり包んでくれます。不思議な言い方ですけれども本当にそうなんです。そして注目はここ、やはり後席の吹き出し口もとてもかっこいい素材でできてます。さらにここ、後席用のモニターが備わっているんです。とても繊細な表示。さらにさらにこの頭上、ここを押しますと、お化粧直しのためのミラーとライトがあるんでした。しかも左右に、すごい、合計300点獲得です。またこのヘッドレスト、ほらふわふわ。すっごい静か。 V8 のとんでもない馬力を発生する車とは思えなくてですね、まあ今1200回転ぐらいでゆるゆると流しています。ああ気持ちいい。
ただ乗るだけでこれ腰痛肩こりが治っちゃいそうです。不思議だな。シートはね割と固めなのに、なんか乗り心地がフラットで気分がいいです。ちなみにこのエンジンですね、V8 なんですけれども、気筒吸収システムも採用してまして、一定走行の低負荷の時にはですね4気筒のみで走行するようなエコなシステムも搭載しています。さあクローズドコースにやってきました。 V8 550馬力ツインターボどんなもんなんでしょうか。ちょっと踏んでみます。いや何がすごいって今ヘビーウエットなんです。すごいウエットなのにガツンと踏んでも何事もなかったように加速してコーナーでも全然安定してます。踏んでみます。 ブレーキもめちゃくちゃ効く。素晴らしい。大変美味でした。ごちそうさまでした。性能の片鱗しか味わってませんが、片鱗を見ただけで全体像が分かります。これは素晴らしい精密な機械。この車の全幅は1860ミリなんですけれども、これちょっとイメージつかない人はですね、近所にいるナマケグマ、ナマケグマを頑張って捕まえたらバッすれば大体一緒です。というわけで、スバルの EV ソルテラです。ソルテラをですね富士スピードウェイのストレートで、走ります。全開走行したいと思います。この車 FF モデルと4駆モデルがありますけれども、4駆モデルはですね前後のモーターの出力のシステム最高出力はですね218馬力になります。218馬力を無駄なく路面に伝えることができますので、おそらく相手出てすごい加速が楽しめると思います。頑張ります。インテリアはこのように未来感たっぷり、特にですねステアリングの奥上面から見るメーターはフューチャー。どこまで行くんだろうね。結構行きます、ね、結構行きました。行きます。おーマジか、すげえ。大会よりも大会よりも速いですね、速度が。速いですね。いや、速いけど、なんか静かそう。そう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 。じゃあ、りっくんさん、一言コメントお願いします。どうでしたか？いや、静かだけど、とっても速いけど、楽しいっす。ありがとうございます。いや、それにしても、日頃の行いがいいせいで、とてもいい天気です。どんどんいい天気になってきてます。あ、そしてこれ、あ、結構有名ですね、これ。ロッキーオートの、3000GT 2000GT のように見えて、中身はですね現代仕様に全部作ってあるってやつです。メーカーの展示ブースもあります。ほら、発表されたばかりの新型シビックの EHEV 車で、こちらはみんな大好きステップワゴンもいます。これエアーの方ですね。これステップワゴン、ユーティリティ性が高まってるんですが、中を一気に見たいって思う人いますよね。そんな人のために私が技を出します。斬鉄剣で切っちゃいます。ちょく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 、ほらこれ、ほら切った、中見れます。こうして見るとステップワゴン鬼広じゃないですか。むちゃくちゃ広い。ちなみにですね、このオープン仕様のステップワゴン、これステップワゴンかぶり上げとして発売予定です。嘘です。このフェラーリローマの全幅は1974ミリなんですけれども、これちょっとイメージつかない人はですね、近所にいる大津の羊、これビッグホーンと呼ばれたりしますけれども、ビッグホーンを捕まえてバンすれば大体一緒です。フェラーリローマです。 3.9 リッターの V8 エンジンをですねフロントに搭載してリアを駆動する FR のフェラーリなんですけれども、これ出力620馬力もあります。すごい。これボディデザイン注目なんですが、ほらどこにも彫りのような線のようなキャラクターラインが入ってません。なのに
抑揚はしっかりついてリアまでこのように回ってきているんです。で、近年のですねスーパースポーツの常でこの車にもですねダウンホースを発生させるスポイラーが標準状態では見えませんが、しかしもちろんこのリア、このですねこの部分が電動でせり上がるのではなく、実はこのリアウィンドウ、リアウィンドウの後端のこの黒い部分、こちらがですね速度に応じてポップアップするんです。ただしフェラーリは気高い男です。このポップアップなんですが、これはドライバーが任意に操作することができません。すべて自動制御でローマの方で考えて動かしてくれるんです。ドアを開けるのはむちゃくちゃ繊細。見てみて、ほらこんなフラップ方式、ローマ外装同様に内装もとてもですね控えめだけどとてもかっこいいデザイン。いやー、ついに私フェラーリの席に座ってしまいました。感謝でございます。というわけでフェラーリローマで舞踏会に行く人が気になるのがお化粧直しのためのミラーとライトがあるのかですよね。あるのかな、ないのかな、でもなくても許せるぐらいかっこいい。黒革にステッチが入ってるんですよ、バイザーに。ぬーたったはっ、本当になかった。でもフェラーリだから許す。でも0点は0点です。スタートボタンはですね物理ボタンじゃございません。ほらこのようにタッチスイッチで起動するんです。素晴らしい F1 の世界観。こちらにですねドライブモードの切り替えスイッチ、さらにこちらはですね静電タッチパネルでして、これで様々な操作が行えます。ほらまた中央には縦型のモニターがありまして、エアコンのコントロールができますし、この下これ見てください、これがなんとシフトセレクトレバーなんです。これでリバースに入ります。また助手席の正面にも液晶パネル、タッチ系が備わっています。こちらでオーディオ等の操作ができます。さらにですねドアの開閉も物理ボタンじゃございません。こちら電磁スイッチを操作することでステアリングが跳ね上がり降りやすくなるんです。そしてこのローマはですね特徴なのが鉱石があることです。2プラス2になってまして、このように綺麗な空間が広がっております。私座ってませんが、まあ広いわけではなさそうですね。でも鉱石があることが偉いんです。発足の DCT はですね変速は非常にスムーズなんですが、これ意識的にだと思うんですけれども、ものすごくマフラーからの音が室内に入ってくるので、変速のタイミングはすごくよくわかります。いや非常に扱いやすい。そしてですねステアリングは軽いんですが剛性感がむちゃくちゃあります。鋼って感じです。鋼の土台にぶっ刺した棒を回している感じです。そこでいてフリクションは少ないっていう不思議な感覚。じゃあクローズドコースに入りましたのでちょっと踏んでみます。今コンフォートで踏んでみました。ウェットだからもう解放したらすっごいダメですね、後輪がむちゃくちゃ暴げてなので、ウェットモードに変えて踏んでみます。いやー素晴らしいフィーリング。いやーほんの少ししか踏んでませんが、なんですか、奥深いところからですね感じる良さ。さあこの語彙力不足深刻ですけれども、とにかく良さを感じるエンジンでした。大変美味でした。ごちそうさまでした。ピットの中でもですね展示をしてます。おそらくこのピットの中の展示ってさ多分ブース量高いよね。で普段の状態でも注目度は高いはずなんですけれども、このように
あまりにもナイスな天候だとよりですね、この中のプレミアムなブースのありがたみがわかるっちゅうものです。屋内はいいよね。このようにラリージャパンのブースもあったりします。だからあっち、ほら、このようにデモンストレーションとしてですね、全日本ラリー参戦中の GR ヤリスの展示もあります。で、このモデル注目点はですね、ルーフ、ほら、ここにですね、大きい突起があるでしょ。これ実はですね、シャア専用モデルにのみつく角なんです。嘘です、雑な嘘をついてしまいました。さあ、というわけで元禄の試乗のみならず他のイベントもですね、面白いですね。モーターファンフェスタ大変美味でした。ごちそうさまでした。